えー、こんにちは、吉田さんまあ確かに1日24時間は変わりようがないんですけどもインターネットを使うことによって1日24時間を増やすことはできますよねで私たちは日々自分の時間を増やすことに時間を使っているから1時間が1時間では済まない、まあ、例えば1時間が1時間10分になるとしてもその積み上げは1日に例えば単純に言って 240分を増やすことになりますよねとなると、うん、やっぱり私たちは限られた時間で過ごすことは間違いないんですけどもその中でいかに多くの人にメッセージを届けるかってことに関しましてはこの異臭っていうね出版物っていうのは、まあ、インターネットの動画放送も通じてですね込みで出版物を発行できるっていうのはものすごいメリットになりますよね。うん、あの まあ、出会いサイトですか。出会い系サイトも、あの、すごくいいのは、自分っていう存在を多くの人に知らせることができるし、その目的を知らせることができると。で、同時に、多くの人の、まあ、出会いを、そして目的を知ることができるっていうところで、まあ、マッチングが進むんでしょうね。うん、だから、芸能人の方とか、まあ、テレビとかだったらね、昔テレビだったら、 なんかすごくあの人は今っていうのは例えば戦争で生き別れになっちゃった人とかいろいろいると思うんですけどもさすがに自分の住んでいる近所だけで探すのには限界があるんで戦争で生き別れになった人って国対国だったりしますからねそうなるとなるべく広くに語りかける必要があるしかも広く語りかけたことが繰り返し繰り返し呼びかけ続けることが非常に大事になりますんで 一回テレビで放送するとね、再放送っていうのがあったり、その放送を取り上げた記事などによって拡散されてみたいなのがあって、で、涙の対面っていうのがあったと思うんですよ。で、あの人は今、ね、涙の再会、ああいう番組私が幼い頃にあったような気がしますけども、うん、だんだん、あれですよね、時間とともに会いたい人が、こう、お互いいいなくなっちゃったってことなんですかね。さあ、今回はね、 遊びというここととでで、ね、お話していこうと思う思んですけども昨日大和くんとねおもちゃ王国に行って大和くん、まあ、前回まではねベビーカーと入場してたんですけど今回はベビーカーなしであの靴を履いてねわーって走,走り抜けていったんですよね。それこそねおもちゃ王国の中っていうのはあの自動車が通らないですから私たちもね手を離しながらもう好きなところに行かしてあげれることができてよかったなと思うんですけども。 まあ、あっち行ったりこっち行ったりね、新しいもの触ったりこっちに、ね、転がったりとかね、すごい楽しんでたんですよ。この遊びっていう意味は、まあ、前後左右に自由に道を歩き回る姿が遊びっていう感じになったらしいんですよ。子供が旗を持ってね、これわーってあっちこっちでね、道路を越えて走る姿。心尿っていうのが道路を表して、で、遊ぶには子供っていうのがついてますからね。らそういったことで遊びっていうのは、 あ自由気ままに走り回る道路をあっちこっち走り回る姿ということらしいんですけども、これのね追語ってのがね実はね本気とか真剣っていう言葉らしいんですよ。遊びと追語で本気真剣。うん、でもインターネットのおかげでこの遊びと本気真剣が一つになったのではないかなと思います。つまり言葉の概念や本来はつよにあったものが融合するっていうかね。例えば朝令舞会っていう。 言葉ももありますけどもその朝礼誤会ってのはどちらかというとあの朝行ったことは夕方にはもう違っているということであの話の一貫性がなくて困った人だなっていうことを指していたんですけども今朝礼誤会ってのは、うん、朝決めたことでもすぐに変更して成功するためにはどんどん、うん、捉え方を変えていかないといけないよとか決めたことをすぐに変更していかないといけないよっていうことになりました。 まあ、情報の流通がね、やっぱり激しいですから、もしかしたら、石の上に3年というね、言葉も、場合によってはですよ、無理だなと思ったら、1日で帰る、1週間で帰る、1年で帰るってことが必要になるかもしれないですね。その見極めがすごく大変なんですよ。昔はですね、石の上に3年をみんなやってたんで、とりあえず3年は頑張ろうとかね、とりあえず5年は、とりあえず10年はっていうふうになってきて、差っていうのがわかりにくかったんですよね。でも今は、 一生懸命やってたことを変更して、変更した先で当たったり、さらに外れたりってことが分かりますから、まあ、だからね、あの、一見遊びのように見えることでも、真剣に本気で取り組むことができるのかなと思うんですよ。ね、YouTube いろいろ見ていて、山田くんのね、おもちゃとかを見てるんですよ。例えばね、ボールプールってのがあるんですよ。あの、大きなプールにこうやってね、カラーボールをいっぱい入れてね、それこそ何百個も。 数千個とか入れて、そこでこうね、泳ぐみたいなね。面白いらしいですけどね。で、ボールプールって結構お金がかかるんで、一般家庭では無理なんですよ。例えばプールが、まあ、5千円から1万円くらいすると。で、ボールってのがこれまた高くてね、で500個で1万円くらいするんですよね。まあ、そうなると、なかなかボールプールを家庭では作れなくって、で、遊技場とか行くことになるんですけども、でもね、 ボールプールで遊んでみたみたいな動画を撮れる人ってそこでお金が回収できちゃったりするんですよね。ボールプールを家庭に据えてる人って少ないんで特にボールプール数の多いボールプールとかねそれこそ子供がちょこんと座って身動きができないのかそれとも本当にプールのように泳げるぐらいのねなんなら大人も入って楽しめるぐらいの6畳いっぱい8畳いっぱいにできるようなねそんなボールプールで桁外れにやるのかこういう風に 一見遊びというように見えることでもう本気でやることによってそこに、えー、極めて、えー、多くのアクセスを集めるってこともできるのが今の時代かなと思うんですよね。まあ、そうすることによって1回しかやってない遊びでも多くの人に先入観を与えることができるみたいなこともあるわけですよ。まあ、動画でね、まあ、私が例えば麻雀をやってるところだけしか動画を上げてなかったらその動画が例えば 3本ぐらいしかなくても「あこの人はいつもマージャンやってる人だ」っていう風な先入観を与えることができるとかね、うん、だから映像の力っていうのは、うん、ものすごく見てる人の先入観に訴えかけますのであこの人はいつもノー編集でやってる人だなと思えればノー編集で今回も出てるだろうという風な先入観でまた新しい方がね、えー、新しい動画に同じ方がアクセスしてくださるんでもうそこには ノン編集大丈夫な人しか来ないっていうふうなフィルターがかかるんですよねでいつも編集してる人が脳編集になると意外を感じさせるとかねそんなこともあるのかなと思います、まあ、今回はねその遊びと本気と真剣が時代によって一致したんではないかなってことをまた振り返ってみましたまあだからこそやっていけるのかもしれないですね、うん、全ての動画がアクセスの元になってねで成立の動画も非常にスムーズにやりやすくなると そういう境地に達したんではないかなと思いますけどね、はい、じゃあ今回は「遊び」というテーマでお話ししてみましたあなたの遊びは何ですかその遊びからお金は生まれてますかまたコメント欄で教えてくださいいってらっしゃい